じゃあ今回もね実は肝臓の続きなんだけどいよいよ肝臓のの働ききっっていうのをやっていきたいうをやただねみんな題名見てみてちょっと思ったと思うんだけど今回は肝臓の働きの中でも1なんだよね。 肝臓っていうのは体の中で最大の臓器であるとともに、ね、実はいろんなことやってるんだよねだからちょっと1回じゃ収まりきれないってことがあるので肝臓の働きをちょっと半分に分けてね今回は前半戦という形で肝臓の働きを見ていきたいなというふうに思いますただちょっと前回の,かあの構造ね構造もちょっと確認していきたいなと思うので見てみてくださいいいですか肝臓っていうのは確か 50万個の肝細胞が集まって肝瘡炎になってきてこの肝瘡炎がさらに50万個さらに50万個集まってくるとこの肝臓ってなったと思うそうするとこの肝臓には肝動脈肝静脈肝門脈っていう大きな血管が3本出入りしていてこういうふうな形で基本的にはお腹の中に収まっている。ね、で、まあ、ちょっと あ,のあれなんだけど血管だけじゃなくて肝臓の下のところに胆のみたいなのもあるんだけどこれらの血管とか胆のとか、まあ、こういうものを駆使して肝臓はいろんな働きをやってるんだけど何をやってるのかね今日はそのうちの前半戦をやっていくからね頑張っていきましょうはいじゃあね肝臓の構造を理解した上でいよいよね肝臓の働きいくよ。肝臓の働きは 紹介のところでも言った通りいっぱいいろんなことやってるんだけど全部でみんなに覚えてもらいたいのは7個です。でまずはその7個の中の1個目1個目ちょっと理解してもらってじゃあ見てもらおうかな、うん。そうすると今まで紹介してきた通りこれが肝臓で今回の働きに関わるのは小腸とつながっている肝門脈ねここが実は主役になってきます。で早速なんだけど働き1個目は何かこれ実は血糖量の調節 っってていいうものをやっているんだよ、ね、で血糖量とか血糖値とかって言葉自体はもしかしたら聞いたことある人もいるとは思うんだけどこれ簡単に言うと何かっていうとね、まあ、言ったら血液中のグルコース濃度つまり血液の中に糖分がどれぐらい入っているのかっていうのを調節しているで、こんなイメージなんだよね。うん、で もちろんその糖分っていうのはただ甘いとかそういうんじゃなくて細胞たちにとってみるとエネルギーを作るためのエネルギー源になってくるわけだから血中での濃度量がね低すぎても駄目だし高すぎるんだったらそれをどこかにストックしておいた方がいいしみたいな感じで常に一定の状態てそうするとその血糖,論血糖量の調節に関して肝臓がどういう働きをしているかっていうことをちょっと模式的に見ていくと。僕らが食べた食べべた物は 口から入ってきて胃とかを減ると小腸まで来ますそうすると小腸で分解されたグルコースっていうのが毛細血管に吸収されることによって集まって肝門脈の方にグルコースが移行してくるだから今回この書いた赤い点々は何かというとこれはグルコースですそうすると吸収されたグルコースは肝門脈として肝臓の中に入ってグルコースはそのまま肝臓に 移行するそうすると移行されたグルコースはどうなるかというとグルコースがグルコースの状態で肝臓にストックされるわけではなくってこの矢印からも分かる通りグルコースはあるものに変えられるんだよね。そうするとグルコースはどん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 こう集まってきてまあ0合とかって言ったりするんだけど重合していってこの大きな塊になってくるんでねこの塊のことを一回ブリコーゲンっていうふうにの。 グルコースっていうものが肝臓でグリコーゲンになるこれなのになんで血糖量の調節なのってみんな思うと思うんだけどそこをちょっと話していきたいけじゃあ見てもらうといいそうゲンとストックするってことは血中のグルコースはグリコーゲンに変わってしまうわけだから、はい、ちょっと見てみるとこれをグリコーゲンとして蓄えるってことはこのグルコースが 減っていくってことになるよねそうすると血糖値はどう下がっていくよねもう1回確認するけど血糖値っていうのは血液中のグルコースの量ね、グルコースの濃度だからグリコーゲンになればなるほど血糖値は下がってくるこんな感じなんだよそうすると貯めてくばっかりじゃなくて肝臓っていうのはこの蓄えられたグリコーゲンをもう1回分解してみたいなことをしてたりするのそうするとはいいいですか 蓄えたものまあ蓄えたグリコーゲンを再びグルコースに変えて分解してそれを血液中に放出するってことになったらグリコーゲンがグルコースになって血液中に行くんだよもともとなかったものが増えるんだよそうしたらどうなるかというと、ね、放出されてくると血糖値は上がってくるよねってこんな感じなんだつまり肝臓っていうのは小腸で吸収したグルコースをグリコーゲンにするのか あるいはグリコーゲンをまたグルコースに戻すのかってことによって血糖値を下げてみたり上げてみたりみたいなこんな風な感じで血糖量の調節をしているんだよねってこんな感じなんだじゃあ今回のところのポイントはいかいこんな感じですまあここ全体になってきたんだけどみんなに覚えてもらいたいのは少なくともグルコースをグリコーゲンとして蓄えてるってところはもちろん理解してほしいしできることならグルコースからグリコーゲンは 血糖値を下げることだ。あるいはグリコーゲンからグルコースに変えることは血糖値を上げることなんだ。ね、こんなふうな感じで理解をしておいてください。まず1個目、血糖量の調節ね、お願いしますね。はい、じゃあね、肝臓の働き続きにいくよ。ね、肝臓の働きはいっぱいあったけど、今回は7つあるうちの2番目と3番目っていうのをやっていこうかなというふうに思います。じゃあ見てください。いきますよ。 肝臓ののの働きの2番目今日タンパク質の合成と分解実はタンパク質を合成する時っていうのはタンパク質の元になるアミノ酸がもちろん必要なんだけどじゃあそのアミノ酸ってどこから来るかっていうとね前回やった肝門脈はグルコースが肝臓に行くときに使う血管だよっていうふうに紹介させてもらったんだけど実はグルコースだけじゃないんだよね。ね食べ物の中に含まれてているアミノ酸も実は関門脈を通って 肝臓に到達する。だから今回この絵でいう。この小さな三角形はね。ちょっと便宜的にアミノ酸。っていう風にみんな見てください。そうすると肝臓に吸収されたアミノ酸からタンパク質ができて、このタンパク質が肝静脈に入ってくるね。あるいはここにもある通り分解っていう。風に言った通り、肝臓は作るばっかりじゃなくて、外から取り込んだ。今度は大きい三角ね。 これはタンパク質、ね、タンパク質を分解してアミノ酸の形にしてまた再利用できるように肝静脈に出していくみたいなまあ作るだけじゃなくて分解も同時にやってるってことがあったりするんだよ。ね、でみんなはタンパクを合成分解なんだけどさらにちょっと上ね タンパク質どんなタンパク質をじゃあ作ってるのかってこともちょっと意識をしてほしいわけそうすると例としてはいいいですか血液凝固に関するタンパク質 E いいなどだからねこれだけじゃないんだよいろいろ作ってるんだけどその中でみんなで覚えてほしいのは血液凝固に関係するタンパク質などを作っているつまりここの経路だねこういうのをやってるじゃあ何だったかっていうと例えばねフィブリ農ゲンっていうのがあったと思うんだけどフィブリになる前段階のあれは肝臓で実は作られてるんだってことがあるわけ。 なるほどなるほどじゃあ次の3番目の働きは何かっていうと黄色で書いてあるよ尿素の合成なるほど尿素っていうのはまあ聞いたことあるよねおしっこの中に含まれてるような成分だけどなんで肝臓でわざわざ尿素を作るのかな実はねわざわざ作っているっていうよりも何かを実は分解してるっていうそんなイメージなんだよじゃあ何を分解してるかっていうとね、まあ、みんなが普通に肉を食べて アミノ酸が吸収されると関門脈を通ってタンパク質の材料になるって一方でねちょっとアミノ酸の量が多かったりしすぎたりするとねそのアミノ酸は実は分解をされるものもいるわけ。そうすると分解をされるとアミノ酸は何に変わってしまうかというこれも聞いたことあると思うんだけどはいですか アンモニアってものに変わっっちゃうんだよねアアンモニアっていうのはさ刺激臭だよみたいな感じで聞いたことはあると思うんだけど実は体の中でもアンモニアってアミノ酸が分解でききるとできてしまう、ね、でもまあ実際その刺激臭があるものができてもどう匂い嗅いでみて刺激臭の人ってあんまりいないよねつまりアンモニアがちゃんと分解されてるっていうことがあるからなんだよ。 ね、しかもアンモニア自体は非常に有毒だからそのまんま、まあ、臭いからってわけじゃなくてそのまんまで置いておく時点ですごく危険なんだよね。じゃあ肝臓はどうしてるかっていうとこのアンモニアを尿素に変えるっていう形にして毒性のあるものを無毒な状態にするってことを実はやってたりするわけ。ななななるるるるほほどどそうすすとはい,い,いですかか有害アアンモニをを無毒尿素に作り変えるだからみんなが肉を食食べべれば食べるほど アミノ酸が吸収されてアンモニアができそれを尿素に肝臓がやってくれるから僕らはこの有毒のアンモニアから守られてるんだってこんな感じなんだよねうん。そんでこの尿素はねこの先の話をするとこの尿素はもちろんみんなが知ってるおしっこに入ってきて外に捨てられるこんなイメージなんだよねじゃあポイントとしてはい、い,いですか。ポイントとしてはここ全体なんだけど今回の肝臓の働きとして前回の1番から引き続きだけどねタンパクの合成 合成だけじゃなくてて分解をしいいるとうことなあさらにはアンモニアまあアミノ酸を分解してできてしまったアンモニアを尿素に作り替えて無毒なものにしている、ねまあ、こういうふうな働きをしている、まあ、特にこの黄色のこの項目でね項目をしっかり捉えるようにしてください。はいじゃあ今回から始まったね肝臓の働きについての 内容ね問題でちょっと確認していこうねいきます肝臓の働きについて次の問いに答えなさい。括弧1小腸かからら吸収したグルコースは肝臓ででどのようなな形で蓄ええれるか答えなさいね。関門脈っていうところを通って小腸で吸収されたグルコースは肝臓に入るとその状態で蓄えられるわけじゃなくて確か重合してちょっと難しい言い方はねくっついて重合っていうんだよねそれくっついて何になったか。これを グリコーゲンって言ったよね肝臓でグリコーゲンを積極的に作るってことは血中のグルコースがどん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 それに作り替えられていくってことだから血中のグルコース濃度である血糖値はこれに伴って下がっていくこういうこともしっかり覚えておこうね。うん、じゃあ2番肝臓でアミノ酸が分解されると何が生じるか答えなさい。 ね、みんなが肉を食べてそれを分解して生じたアミノ酸が象徴で吸収されて肝門脈を通って肝臓に行くとほとんどの場合っていうのはそのアミノ酸を材料として新たなタンパク質が作られるでも一部は過剰だったりすると分解されて有害なものができるこんな話をしたいねじゃあ何ができるか確かアアンモニアっていうもののができる刺激臭のあれだよねじゃあアンモニアのままでいるんだっけねそんなことを考えながらじゃあ3番。 過去,にあ過去にはこれねアンモニアは肝臓でささらに何に何変化するか答えなさいアンモニアはさっきも言った通り有害だよこれをそのまんまの話しにしとくとすごいこう危険だからねそれを無毒なものに変えなきゃいけない、ね、それはおしっこに含まれるような成分だったよね何だったかというとこれが尿素いいかな ね、この問題からも分かる通り肝臓はグリコーゲンを作ったりアンモニアを尿素にしていったり、まあ、こういうふうな機能があったんだっていうことをね今一度ね思い出すようにしてみてください。はい、じゃあね今日の肝臓の働きの内容をまとめていくよ。肝臓の働き自体は非常に多いんだけど今日やるのは1番目から3番目。ねじゃあ順序だって見ていこうねいきます。 肝臓ではまず1番目に血糖量の調節をしていた血糖量っていうのは血中のグルコース濃度まあグルコースの量だよねつまり糖分の量だそれを肝臓は調節しているじゃあどう調節していたかっていうと小腸で吸収したグルコースが肝門脈を通って肝臓に行くと肝臓に到達したグルコースはグリコーゲンという形で ストックされてくる。そうするとストックされればされるほど蓄えられれば蓄えられるほど血中のグルコースは減ってくるってことになるから血糖値は下がってくる逆に蓄えられたグリコーゲンは肝臓によって分解されることもあって分解されたグルコースがまた血中に戻っていくってことになると血糖値は逆に上がっていくるつまり肝臓ではグリコーゲンの合成あるいは分解ってことを通して血糖値を下げてみたりあるいは上げてみたりってことをやってる。だから 血糖,値の血糖量の調節ってことなんだよねじゃあ2番目は何かっていうと今度はタンパク質の合成分解だ、ね、関門脈ってところはグルコースが肝臓に行くための血管ってだけじゃなくて小腸で吸収されたアミノ酸も実はそこを通って肝臓に 吸収されるそうするとアミノ酸っていうのはタンパク質の材料になってくるからこのアミノ酸を材料にタンパク質が作られて実際肝臓脈に放出されてくるそうすると直接どんなものが作られるかというとまあ勉強したことあるよね。 血液凝固に関するようなフィブリノーゲンのようなタンパク質というのが実は作られている。で作られているだけじゃなくてそういったものがちょっと古くなったりするとやっぱりまた肝臓に戻ってきてそれらのタンパク質は分解されて再び再利用を待つような感じでアミノ酸として放出される、まあ、こんなことをやっていたと。 ね、じゃあ他にも3番目何をやっていたかというと尿素の合成尿素の合成はわざわざ尿素を合成しているっていうよりもアミノ酸が肝臓で分解されてくるってことも実はあるみたいな話をしたと思うんだけどされてくると実は有毒なアンモニアができてしまうんだよね。 無毒な尿素っていう風な形に作り変えているね。こんな感じだからみんなに理解してもらえるのはこれ全体なんだけど、理解端的に言うと血糖量の調節、タンパク質の合成分解尿素の合成ね。この3点、今回はこの3点をちゃんとね。あの理解するようにしてみてください。